なんかいろんな人と話して、まあ、会社してる人だとか他のことやってる人とかとも話して、その人から学べることとかもやっぱいっぱいあると思うし、それを聞いた時に僕は、まあ、いかに格闘技に変換して自分の中に入れ込むかっていうところを、まあ、すごい意識していつも人の話聞いてますよね。もちろんスポンサーさんとかやっぱあの人らはやっぱ会社ね、やっぱずっとやってきて、やっぱいろんなことも経験して、やっぱ経験値めっちゃ高いと思うんで、やっぱそういう人らの話をやっぱ生で聞けるっていうのも僕にとってはほんま財産なんですよね。話聞いてても、もちろんね、専門的なことだともう全然わからない部分はありますけど、まあ、その中でもね、やっぱ聞いててもほんま勉強になるなと思います。また落ちましたすいません。よいしょ、いけるかな、これでいけるか、うん、今日朝からなんか曇ってて結構寒かったんやけど、晴れてきてめっちゃ暑くなってきた。ちょっとどっか車止めて服脱ぎたいですね。めちゃめちゃ暑い、まあ、クーラーつけようか。ほんまめっちゃ暑がりなんですよ。この車クーラー効くんだな。あ、クーラー効きますね、この車。よかった、はい、そこまでしごく出発。さあ、これから公園で自主トレするんですけど、もうめちゃめちゃ練習頑張ろう思いますよ。やっぱ頑張った先にはまた次の課題が見えるからね、うん、適当に当てたら無理やもん。でも自主トレって結構大変、やっぱ自分と向き合って練習しなあかんから、やっぱ自分と向き合うってごまかしきけへんからな、うん、やっぱ対人とかやったらやっぱ人が来るからそれに対してやっぱ動いていったりとかもするから、なんか自分の中でごまかし聞くんですよ。自分一人でする練習ってほんまに質が問われるよな。例えばシャドウとかあるじゃないですか。シャドウとかでもただパンチの練習してる、パンチの打ち方の練習するんやったら別に、まあ、楽ですよね。ただそこに目の前に相手がいるって想像して、その相手が自分を倒しに来るってイメージしながらシャドウとかするだけでももう全然違いますから。もうそれだけでめちゃめちゃ練習になりますから。もうダラダラ練習するんやったらもうその練習でもう3分3本するだけでもほんま十分いい練習になります。どういう意識して練習するかが一番大事ってことですよね。自分で喋ってても思いますわ。こうやって喋るってやっぱ自分に対してのやっぱ復習にもなりますよね、うん、僕もね偉そうなこと言えないですけど、みんな同じ人間やからね、やっぱこうやって人前出たらよく見せようとするわけじゃないですか。じゃあそんな弱い部分もいっぱいあるし、情けない部分もいっぱいありますよ。多分今 YouTube やり始めて最初の投稿から多分1ヶ月ぐらいなんかな。もう最初の投稿 してからちょっと時間空いたんですよね、2本目で出すの。もうちょい連続でポンポンって出せたらよかったかなと今となれば思ってますね、うん、でもまあこれからいっぱい動画も上げていってみんなに見てもらえるように僕も頑張るんで、今昨日見たら
チャンネル登録者数が多分290人ぐらいやったんですよ。本当ありがとうございます。もう登録していただいて、で僕もやっぱ皆さんにちょっと楽しんでもらえるようなあの動画、まあ自分のまあそんな企画するわけじゃない、企画するわけでもなく、まあ自分の素を見てもらおうと思ってるんで、まあそれが面白いって言ってもらえるような、もらえるように僕も撮っていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。それといいねボタンもお願いします。本当お願いします。やっぱそれで見てもらってたら僕もモチベーション上がるしね、うん、もちろんあのインスタとかツイッターとかもフォローしてください。結構インスタとかも多めに上げてるんで、まあ、SNS やったらインスタがメインかな今は、うん、まあ、そんな感じでまた次回の動画も上げようと思うんで、皆さんまた楽しみにしててください。登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、もう運転中なんで。